セスナサイテーション。セスナサイテーションは、セスナ社が生産するビジネスジェット機。当初一つのモデルの名称であったが、続々と開発された新設計の機体もサイテーションと命名され、現在ではセスナ社の生産するジェット機はすべてサイテーションと呼ばれている。初代サイテーションは、先進のコンセプトが多くの追従者を生んだ小型ジェット機。 アメリカで民間小型飛行機、ゼネラルアビエーションが発達したのは、広い国土という地理的な問題とともに、公共交通機関の整備状況が大きく、関わっている。1960年当時、アメリカ国内には9000カ所の飛行場が存在したが、このうち、定期便が就航している空港はわずか500カ所。その定期便もほとんどが、都市空港に集中していた。 そのような環境の中で独自の移動手段として航空機が自動車同様の選択肢として一般化していったのは当然であった。第二次大戦後、戦勝国アメリカでは経済成長が著しく、企業活動の広域化に伴い経営幹部の移動需要が拡大、ここに車用機、ビジネス機というカテゴリーが発達する。そして経済成長に補調を合わせるかのようにして車用機に、 求められる性能、速度、航続距離、安全性、信頼性、快適性、高価さも細分化し本格化していった。1960年代に入ると車用機にもジェット化の波が押し寄せ、特にアメリカでは8から15人乗りの小型ジェット機が相次いで登場する。黎明機の車用ジェット機は、ノースアメリカン車製、セーバーライナー、リア車製、リアジェットなど、 戦闘機の主翼に専用設計の胴体を組み合わせターボジェットエンジンを装備するものが一般的だった。これらはジェット旅客機並みの巡航性能であったが取り扱いには相応の技量が求められた。また、機体価格、運航コストとも大企業以外には手の出ないものが多かった。それでもこれら第一世代のビジネスジェット機は重宝され確実に販売数を伸ばしていた。 一方、その下のクラスはといえば、ターボプロップビジネス機、ビーチ車製、キングエアなどか、もう少し小型のターボ下級された、余圧レシプロ走発機であった。当時、セスナ車製の航空機は、世界中で10万機が使用されており小型機市場での圧倒的なシェアであったが、それらは、ほとんどがレシプロ単発機であった。 ファンジェット500は1969年に初飛行し、その後、風洞試験やテスト飛行によって、エンジン位置の変更、垂直尾翼の拡大などの設計変更がされ、販売にあたって、サイテーションという名称が付けれた。計画が発表された当時は、遅いジェット機など誰が欲しがるのか、との見方もあったというが、発売されるや初年度から売り上げを伸ばし、 セスナ社の新たな需要への予見が正しかったことが明かされた。この陰には、年間69万5000アメリカドルも、去ることながら、手軽さの演出と入念なトラブル防止策、キャンペーン活動などの販売促進努力がある。サイテーション500は全く新しいクラスの航空機であったので、これを市場に位置付けるためには大々的なキャンペーンが必要であった。アビオニクスは、 ウェザーレーダに至るまでパッケージ化して購入時の煩雑なオプション選択をなくし、機体価格に運行スタッフの教育訓練、初年度の運行整備管理、機体、アビオニクスの保証などをすべて含め購入後の運行管理までもパッケージ化し、ジェット機を初めて購入する顧客でも機体価格さえ支払えば良い体制を作った。これは顧客にとっては手軽さというメリットがあったし、 セスナ社にとっては、機体の装備品と顧客の運行管理を標準化することで、行き届いたアフターサービスを安価に提供する工夫であったノロウ。また量産機が完成する前から、モックアップによる全米デモを行い、量産1号機が完成するや全米各地でデモ飛行を行った。初号機の引き渡しまでに投入された販売促進費用3500万は、 当時のセスナ社の資産の40%もの機体であったという。エンジンは騒音低減のために空気取り出口のコンプレッサーを取り除いたプラットホイット2社製 JT15D-1 上空1000フィートの通過騒音は総発ピストン機と同程度に収めたので Z 機の侵入を認めなかった空港へも着陸可能となり。 単滑走路での離着陸性能と相まってサイテーションは空港を選ばない唯一のジェットビジネス機として顧客のマグジを広げた。当時のレシプロヨア付きから乗り換えた顧客にとって操縦や整備の容易さ、余裕性能がもたらす安全性、天候に左右されにくい運航などは目覚ましく、向上した点で機体価格や運用コストを上回るメリットがあったであろう。 またサイテーションの引き渡しが始まった頃に起こった石油危機は原油価格の高騰を引き起こし、ジェネラルアビエーション産業に打を与えたが、サイテーションにとっては追い風だったようで、他のライバル機が販売低下に苦しむのを尻目に、低コスト、省燃費をセールスポイントにして引き渡し開始から3年間でベストセラー取った。同体関係は、サイテーション委員のままであるが、出力向上した。 低燃費の新しい PW530A エンジンによって離陸重量、巡航性能ともに向上している。主翼は主な構造は変わらないが、ランディングギアが大々的に改良された。サイテーション E ではサイテーション I の主翼を流用していたため、翼服が広くなった分ランディングギアのトレッドもくなっており、これが地上での取扱い上の注意点でもあったが、全面的に刷新。 トレーリングリンク式を採用しトレッドも狭められ、地上での取り扱いを容易にした。これらにより足自体の重量は増加したが、設置時の許容度や地上での乗り心地は大幅に向上している。アビオニクスにはプライマス1000を装備し、より複合的なフライトマネジメントを実現した。最後のサイテーションブラーボは2006年後半に生産ラインから出荷され、 ほぼ10年間にわたる337機の航空機の生産を終了した。1980年代後半、ビジネスジェットの新たな所有形態が現れる。航空機の所有権を分割して販売、それを購入した所有者には、所有比率に応じた飛行時間が割り当てられ、その飛行時間内であれば、何時でも航空機を使用できる権利を保障するというもので、 フラクショナルオーナーシップと呼ばれた。この事業モデルの考案者はエグゼクティブジェットアビエーションエジャー現ネットジェッツ社。1965年設立のエジャ社はビジネス機のチャーター運行をしていたが、1984年からフラクショナルオーナーシップ事業を開始した。この販売方法は当初一機売れるところが分割所有権分しか売れなくなると考えられ、 航空機セールスマンから嫌われたが、実際にはビジネスジェットなど考えても見なかった新規顧客を開拓することとなり、一挙にビジネスジェット機は普及し始めた。アメリカ国内ではエジャ社のような運航会社が次々と設立されて大量にサイテーションを購入することになった。エジャ社の場合、当初6機のサイテーションでフラクショナルオーナーシップ事業。 始めたが、その後ウルトラ78機、バイ29機、エクセル52機、X36 機、ソブリンは計画発表と同時に50機を発注し、さらに50機の仮注文を出している。アメリカにはこれだけのビジネスジェット機の潜在需要があったということだ。また、サイテーションシリーズは、小型機から中型機までのラインナップをきめ細かく揃えることで、 これらの運行会社の需要に見事に応えている。現在ではフラクショナルオーナーシップは世界各国で最も一般的なビジネスジェット機の所有方法となっている。西川渡るエアワールド市99年3月号楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。